翔くんのファッション、ルイ・ヴィトンつこなしが神レベル。ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重イン・オフ24で見せた圧巻のコーディネートを徹底解説。ルイ・ヴィトン、クロム・ハーツ、こだわりのアイテムで見せる唯一無二のスタイル。ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重イン・オフ24部は、音楽とファッションが織り混ざった瞬間を提供する特別な舞台です。毎年多くのアーティストが出演し、観客を魅了していますが、 今年の最大の注目は間違いなく翔くんの登場でした。彼のファッションは一瞬にして観客の目を奪い、そのスタイルはまさに、覇王と呼ばれるにふさわしいものでした。特に、彼が身にまとっていた、ルイス・ヴィットンのアイテムが圧倒的な存在感を放っており、その完璧なコーディネートはファッションファンの心をつかんで離しませんでした。翔くんが着用していたのは、まず、ルイス・ヴィットンのブークレット・ブルゾン。 このアイテムは2800ユーロ、約44万5000円という高額な価格帯にもかかわらず、その価値を見事に証明するデザインと質感を兼ね備えています。このブルゾンの特徴は、モノグラム、マッパムンディのシグネチャー柄が全体に施されている点で、世界地図をモチーフにしながら、異文化間の友情やつながりを象徴しています。この絵が翔くの存在感を一層引き立て、リラックスしたフィット感とシンプルなラインが、 彼のの個性を強調するかのように見えましたこのブルゾンは、カジュアルなシルエットにトレンディーな要素を加えたデザインで、暖かい冬のトーンを表現することで、秋から冬への移り変わりにぴったりのアイテムです。また、彼が合わせて着用していたのが、ルイス・ビットンのウォッシュデニムワークウェアパンツ。こちらのパンツは、フォール・ウィンターコレクションのテーマである、ファーウェスト・アメリカ西部の精神を体現したアイテムです。 吐き込んだかのような風合いが特徴的で、ウエスタンスタイルのよくデザインとフリンジディテールが施されています。バックポケットには、フザーの LV サドルパッチが付き、これはカウボーイのサドルを思わせるような独特なディテールです。さらに、ターコイズブルーのボタンやリベットがさりげなく配置されており、カジュアルながらもクラフト感のある仕上がりが特徴です。インディゴの深い色合いと、100%コットンの素材感が、 彼の動きを軽やかに見せていました。このパンツは、まさに日常的に着ることができるカジュアルさと、高級感が絶妙にブレンドされた一品です。上半身には、ルイス・ビットンのインサイド・アウト T シャツが選ばれていました。ブラックとホワイトのモノグラムが施されたこの T シャツは、彼のスタイルにシンプルさと洗練さをもたらしていました。約1840ドル、約27万4千円、という高価な一枚ながら、 そのの存在感は価格に見合うものです T シャツは非常にリラックスしたシルエットでありながら、モノグラムのデザインがさりげないラグジュアリー感を放っていました。翔く君がこの T シャツを選んだのは、イベントのカジュアルでありつつも洗練された雰囲気にぴったり合うためであり、彼自身のスタイルとブランドイメージを見事に表現していたと言えるでしょう。翔く君のファッションに欠かせないアクセサリーといえば、今回のコーディネートでも目を引いた。 クロームハーツのサングラス、スタイリダ。このサングラスは、クラシックブラウンのレンズとマットゴールドプレートのフレームが特徴で、翔くの洗練された雰囲気に一層のアクセントを加えていました。価格は1832.79ユーロ、約29万2000円と非常に高価ですが、そのデザインは非常に高品質であり、機能性と美しさを兼ね備えた一品です。フレームにはチタン素材が使用され、 さらにクロムハーツ特有のゴールドプレートの925シルバーの十字架のエンブレムが飾られています。これにより、シンプルながらも重厚感のあるデザインが完成しています。また、ブラウンのグラデーションレンズは 100%UV カット機能を持ち、スタイリッシュでありながらも機能面でも完璧な仕上がりです。翔く君がこのサングラスを選んだのは、ただの装飾品としてだけではなく、実用性をも兼ね備えているからこそと言えるでしょう。 彼のファッションに関して、多くのファンが気になるのはやはりピアスのブランドでしょう。残念ながら、今回のイベントで彼が着用していたピアスのブランドに関しては詳細が明らかにされていませんが、その小さなアクセサリーが全体のコーディネートに与える影響は大きいです。ファッションにおいて、ディテールが全体のスタイルを決定づけることが多々あります。特に彼のようなカリスマ的な存在が選ぶアイテムは、一つ一つが計算され尽くしており、 それによって彼の魅力がさらに増幅されています。ピアスはその象徴であり、どのブランドが彼の選択肢になるかは今後の注目ポイントです。こうしたアイテムの選択は、翔くのファッションに対する深い理解と感性を反映しており、彼がいかに自分のスタイルを貫いているかを示しています。また、彼がアンバサダーとして活躍するさまざまなブランドは、彼自身の個性を反映しながらも、 新しいファッションのトレンドを牽引していると言えるでしょう。何でも似合うと多くのファンが称賛するように、将君はただ単にブランドアイテムを着こなすのではなく、そのアイテムを自分のものにし、独自のスタイルに昇華させているのです。さらに、彼のファッションは、単なる自己表現だけではなく、ファッション業界における新たな可能性を提示しています。例えば、ルイス・ビットンのモノグラム。 マッパムンディが異文化間の友情を表現しているように、彼のファッション選択は、単なるトレンド追随にとどまらず、ファッションを通じてメッセージを伝える力を持っています。このようなメッセージ性の強いアイテムを選ぶことで、将軍はファッションアイコンとしての地位を確立し続けているのです。現代において、ファッションはもはやただの衣服やアクセサリーの選択ではなく、自己のアイデンティティやメッセージを伝える手段として大きな役割を果たしています。 翔くんのようなセレブリティが選ぶアイテムは、ただの流行ではなく、彼の生き方や価値観を象徴していると言えます。彼がどのブランドを選び、どのようにそれを着こなすかは、ファンにとっても一つの指針となり、その影響力は計り知れません。ファッションは常に進化し続けていますが、翔くんのスタイルは、その中でも特に注目されるべき存在です。彼がどのようにしてその地位を築き上げたのか、 その背後には深い洞察と感性がありますこれからも彼のファッションセンスには注目が集まり続けることでしょう。翔くんのファッションセンスに対する注目は、彼が単に高級ブランドを身にまとうだけでなく、それを自分のスタイルに巧みに取り入れている点にあります。彼はただトレンドに従うのではなく、常に新しい解釈を見せることで、ファッションそのものに新たな命を吹き込んでいます。例えば、ルイス・ヴィットンや、 クロムハーツのようなブランドは高級で独自の魅力を持っていますが、翔く君はそれらをただ着るだけでなく、自分自身を表現するツールとして活用しています。これは、彼のファッションに対する姿勢が他のアーティストやセレブリティとは一線を画している理由でもあります。彼のファッションは、自己のアイデンティティを反映させつつ、時には大胆でありながらも繊細なバランスをとっています。多くの人々が翔くのスタイルに惹かれる理由の一つは、 彼がファッションを通じて自己表現を行いながら、同時に新たなトレンドを生み出している点にあるでしょう。さらに、彼のファッションには文化的な要素や意味が込められていることもしばしば見受けられます。ルイス・ヴィットンのモノグラム、マッパムンディが異文化のつながりを表現しているように、翔くんはその選択によってファッションを超えたメッセージを伝えています。ファッションはグローバルなコミュニケーション手段であり、 彼のスタイルはそのことを強く意識しているように感じられます。彼は自分の着こなしを通じて、多様性やつながりを表現し、ファンに対しても新たな視点を提供しているのです。また、ファッション業界全体において、彼の影響力は今後ますます拡大していくことでしょう。アンバサダーとして様々なブランドに携わる彼は、その魅力を通じてファッション業界全体に新たな風を吹き込んでいます。 彼のファッションは、単なる個人のスタイルにとどまらず、多くのファンやフォロワーにとって、次にどのようなトレンドが来るのかを予感させる重要なヒントとなっています。翔くんがこれまでに見せてきた多くのファッションルックは、どれも一貫して強いメッセージ性を持っており、それが彼のスタイルの魅力を引き立てています。彼が身にまとうブランドやデザインは、ただ単に高級であるだけでなく、 その背後にある物語やメッセージを彼自身のものとして消化しファンに伝えていますこれはファッションが単なる装飾品ではなくコミュニケーションツールとして機能する力強い例です